アンドレス・フローレスは、エルサルバドル出身の同国代表サッカー選手。ポートランド・ティンバーズ所属。ポジションは FW。CA リーベルプレートの下部組織を経て、2009年に AD ・イシドロメ・タパンでプロデビュー。2012年1月29日、デンマークのビボー FF にレンタル移籍。2014年7月18日、北米サッカーリーグのニューヨークコスモスに加入。 2018年1月、メジャーリーグサッカーのポートランドティンバーズに移籍、U-15 エルサルバドル代表でプレーして、以来、年代別代表チームの中心を担ってきた。2008年、フル代表のカルロス・デロス・コボス監督は、フル代表チームとトレーニングするためにフローレスを招集した。2008年3月のトリニダード・トバゴ代表との、 親善試合でフル代表デビューしたが、2008年5月から代表から一時遠ざかった。2010年9月のホンジュラス代表との親善試合で再招集された。2014年のコパセントロアメリカーナでは代表キャプテンに指名された。フローレスは4試合に先発し、チームを4位フィニッシュに導いた。2018年8月にアメリカ合衆国の市民権を取得した。 A.D. シドロメタパンニューヨークコスモス。ありがとうございます。